します。体感する数学という本を紹介するためにやってまいりました。この本の編集を担当したものです。よろしくお願いします。今日テーマが自由研究っていうふうに伺ったんですけど、ちょっとその話を置いておいて、この本のを書いてくれた竹内香織先生のことをちょっとお話したいなと思うんですけど、ウェブ定義に出てるのでご存知の方もあるかもしれませんけど、私も以前から存じ上げていて、有名な人とかに初めて会うときにちょっと思うんですけど、人ってやっぱ直接会って話してみないと分かんないんですよね。だから竹内さんも割とこうテレビで見てると優しそうで穏やかそうに見えたんですけど、ものすごい嫌なやつの可能性もあるなと思って、すごい不安を抱えて会いに行ったんですね。で、初めて崎陽軒のティールームでお会いして席についてのものを頼むときに、竹内さんはアイスコーヒーにしますって、ついてきてたマネージャーさんもアイスコーヒーにしますって言って、で私は紅茶にしますって言ったんですよ。だから崎陽軒ってお茶がものすごい種類があるんですメニューで、でここはお茶すごい種類があるんですよって竹内先生がおっしゃって、私にメニューを向けてどれにしますかって言ってくださったんですね。でその瞬間に、ああいい人でよかったっていうふうに思って、それがこの本の制作の全ての始まりでした。でもそこからはもう竹内さんこれじゃわからないですとか、これは何なんですかとか一生懸命説明してくれるのに全然わかんないよみたいな、そういう雰囲気を空気を出して、そういうやり取りをしながらこの本を作ったんですけど、終わってみてすごく思うのは、そうやって自分がこう何も遠慮しないで安心してこう思うことを思うようにこうぶつけられるっていう相手がいるっていうのはすごく大切なことだなっていうふうに思いました。で今の話が何が自由研究につながってるかっていうと、これはこの本は中でやってることは、私たちが日常でそのご飯を食べたり買い物をしたり、嫌な相手にこうムカついたりとか、そういうようなことの、 その感情、心の動きとか行動とか、そういう形とかが数学でいうところのあれに似てるよねみたいなところの発想で、うまくその組み合わせを結びつけながら、こういうことをすると数学のこれが体感できますよということをやっている本なんですね。でおそらく自由研究で小学算数とかそういうレベルでもやれると思うんですけど、まずそれをやろうと思ったら何をやらなきゃいけないかっていうと、もともとその取り上げる数学が一体何を言ってるのかっていうことを割と深いところまで理解していないと、要するにそれは日常生活の何なのかっていうことはなかなか発想できないと思うんですよ。でそうなると誰でもいいんですけど、お父さんとかお母さんとか、先生とか兄弟とか、そういう人たちにこう遠慮せずに、もう絶対に引かずに、これは要するに何なんだっていうことをこう質問し続けられるような、そういう相手が必要なんですね。つまりこの本を作った時の私にとっての竹内先生みたいな、そういう人が周りに必ず必要だと思うんですよ。で割とチク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 こう地道にやれるお子さんとかだと、たった一人でもやれちゃう自由研究っていくらでもあると思うんですけど、これを体感する数学を自由研究でやろうと思ったら、多分こう人と話をするとかコミュニケーションをするとか、そういうことがないとなかなかちょっときついと思うんですね。でそのお母さんでもお父さんでも先生でも、誰でもいいんですけど、そういう人とそのたくさんこう話をしたとか、一生懸命一緒に考えてもらったとか悩んでもらったとか、そういうことっていうのはお子さんにとってすごく夏休みのいい思い出の一つになるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。だからそういうことがやってみたいなとか、やらせたいなと思っているお父さんお母さんにはこの本はおすすめですし、この夏の自由研究に体感する数学っていうことをテーマに自由研究やってもらうっていうのも合わせて進めたいなと思います。楽しい夏休みを送ってください。すいません、ありがとうございました。ちょっと荒井圭一さんという漫画家さんが、例えば何々をやってみるとかっていうのに1カットずつ全部に絵をこうつけてくださってて、で2部構成になってるんですけど、第1部はですね、実際にこういうことをやってみたらこういう数学が体感できますよっていうことを紹介してるんですね。で2部の方は、もし日常でこういうシチュエーションに出くわしたらそれは数学でいうところの何ですよみたいなことをやってるんですね。であとこう文字がいっぱいガーッと書いてある部分は割とこうなんか
竹内さんが数学企画設けた話とか、なんかそういう、ね、小ネタになってるので読みやすい本だと思います。はい、ありがとうございました。僕数学が全くわからないんですけども、はい、その例えばどんな数学のものが、例えば小学生がわかるようになるのか、その高校だとか大学まで行かないとわからないですけど、どんな、ですね、取り上げている項目は割と難しいところまで取り上げてしまってるんですよ。大学で習うようなものも入っちゃってるんですね。でも簡単なところだと素数とか多分習ってるとは思うんですけど、三角関数とか習ってると思うんですけど、そういうものからも入ってます。ただ中は別にそれ の具体的なその数学的な説明をしているわけじゃなくて、言葉で要するにそれがどういうことかっていうのを説明してるんですね。だからそういう図表とかグラフとかそういうものは一切ない、全部文字で読めるようになっているので、あまりそういう数学的な知識のレベルによっては影響されないって読んでいただける本だと思います。はい、ありがとうございました。それでは次の質問、ソメヤさんがご自分で日常生活の中で私これ体感しちゃった今ってのはどういう話ですか？体感しちゃった今っていうのは言っていいのかなっていう、ね、対数関数っていうのを体感できるためにちょっとやってみてくださいっていうのをこう書いてあるんですけど、ちょっと気難しい上司を飲みに誘ってみよう。そうすると、まあ要するにどっと広がたまるっていうことで、対数関数が体感できますっていうのがまあそれを実験されるありがとうございます。